はい、皆さんおはようございます。今日は私の仕事の出張でちょっと木更津の方に今行く用事がありまして、山手トンネルを走ってるんですけれども、今日ノアボクシーで検証したいのはアドバンストドライブになります。で、今山手トンネル走っててちょうど今朝の9時半なんですけど、月末ということもあってかなり渋滞しているところを狙って、今アドバンストパーク入っている状態になっています。そこでの、作動、これはもうすでに試したられている方も多くいらっしゃるかもしれないんですけれども、一番僕気になってたのはテレビキャンセラーとの、関係があるのかどうかっていうところがすごく気になったところではあったので、そこをご紹介をしていこうと思います。で、今もうすでにアドバンストパークに入っている状態で、今ステアリングに手を差し伸べてない状態です。で、アドバンストパークはもうすでにご存知の方、アドバンストパークはこの渋滞しているところで40キロまでの速度区間であれば手放しでも走行ができるということと、あとは前が止まった時も3分間であれば勝手に発進してくれるという、渋滞している時ですね、その時にものすごく威力を発揮してくれるというものです。で、アイサイト X も同じような機能がついてるんですけれど、アイサイト X の場合ですと衛星からの受信が必要ということがあるみたいで、山手トンネルの渋滞では使えなかったというのがありました。私の過去の動画でアイサイト X の山手トンネルの作動確認の動画があるんで、そこを見てもらえればと思うんですけれども、使えなかったんですけれども、これはねちゃんとね使えますね、トンネルの中でも。そういった意味ではだいぶ進化してるっていうのが一つ言えるんではないかなと思います。で、今だいぶ渋滞はしてるんですけれども30キロぐらいで走ってる状態で、私の顔ばかり見ててもしょうがないので、このように見ていただくと、ちょうど、で、これドライバーのモニタリング機能がついてるんで、ちょっとカメラをこう出してしまうと私の顔がドライバーのモニタリングに映らなくなるというのがあるので、正常に作動しない場合っていうのがあるわけなんですけれども、おそらくもうこの速度領域に入ると、アドバンストパークはもちろん効かなくなっているとは思うんですけれども、特にその辺の情報みたいなものは出てこないですね。はい、これです。アドバンストドライブというのがちゃんと出てきます。で、この状況でしたら手放し、なおかつ発進するときにアクセルとかボタンの操作というものを必要としないということになるので、渋滞しているときはすごく楽です。やはりで、今これが見ていただくと、これナビがちゃんと使える状態です。で、カープレイナビ使っている方もいらっしゃると思うんですけれども、この純正ナビのやはり強みっていうのは、こういった高速、こういった、42キロになったので今手放しすると注意喚起が出ます。で、話戻すと、純正ナビのいいところというのは、こういったトンネルの中、こういったところでもちゃんとナビが作動してくれるということです。カープレイですとこのトンネルの中になってしまうと電波受信してくれないので、ナビが使えないといった状況になるので、わからない道を走っている状況の中ですと迷子になったりすることっていうのがあるんですけれど、そういったところがやはりこう純正ナビの強みというところになります。もう一度速度が落ちたところで、今度テレビキャンセラーを入れてみてアドバンストパークが作動するのかどうかということをちょっと確認をができたらなと思います。今ちょうど撮影が終わって木更津からの帰りなんですけれども、渋滞してないのでアドバンストドライブの検証というのがちょっと中途半端になっちゃったんですけれども、一つ確認はしていて、やはりテレビキャンセルしてしまうとナビ自体が高速道路と捉えてるときはアドバンストドライブが使えるんですけど、
高速道路じゃなくて一般道として捉えてしまうとアドバンストドライブが使えなくなるというのがあります。なのでナビの捉え方次第で、まあ、変わってしまうということがあるんで、一度テレビキャンセルしてしまってまたオンにすると一度ナビ自体が再起動します。でどこに今車がいるのかっていうことをこう認識し始めるので、まあ、その時に一般道なのか高速道路なのかっていうところをまあ認識してくるの で、一般道を認識してしまっているという状況ですとアドバンストドライブが使えなくなるというような状況になっているということになりますので、まあ、やはり GPS もちろん捉えて走行させているということもありますし、アドバンストドライブもその GPS ナビ上のルートを捉えて一般道か高速道路かということを認識してアドバンストドライブの切り替えの運を行っているようなので、運転支援系で支障が出るというところで言うと、アドバンストドライブが少しこうスタドルの支障というのが出るということが今回の結論になってくるかなと思います。はい、ということで今回はこちらノアボクシーの高速道路においての作動についてご紹介をいたしました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。